皆さんどうもお疲れ様です。相原スタジオの相原です。今回はこちら、早々のフリーレンのフリーレンを、アニメ塗りイラストで描けるようになろうという回です。前回描いたこちらの小林さんちのメイドラゴンのトール様と同じように、アニメ塗りをマスターして原作に忠実に描けるようにするためにどのようなことを気をつけたらいいかまとめた動画になっております。今回は最後に修正の一部も含めて公開しています。では早速どのように描いていくか目次を見ていきましょう。念のために言っておきますが、こちらファンアートです。こちらを他の媒体や商品で使用するなどということは決してないようにお願いいたします。ではでは目次はこちら。1分析観察、2完成データをまずは見ていこう、3オーラフポージング、4ラフ作成、5線画、6影線ハイライト線色トレス線裏塗り、7ベースカラー、8影ハイライト、9修正、10勉強用向き完成データの配布について。まあほぼいつも通りですね。今回はよりデータの構成が分かりやすくしたいと思ったので 3D でレイヤー構成を紹介しています。そちらも見どころです。あとは最後仕上げのところが少し変わってます。簡単な修正の仕方も、紹介しておりますので、こちらもですねしっかりと解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。1分析観察。はい、前回の動画を見てくださっている方はもうわかると思いますが、まず何よりも書くものをきちんと観察して分析することが大切です。結構僕はよく口を酸っぱくしてこれは言ってるんですけども、書く前にですね、スケッチを取りながらとかもすごく効果があるのでおすすめです。とにかくしっかりと書く対象を見ていきましょう。今回も前回同様に公式のキャラクターページから設定を保存してしっかり見ていきましょう。公式のツイッターからでも立ち絵の設定がダウンロードできます。そちらも参照してみてください。フリーレンの公式ホームページと公式ツイッターアカウントはこちらの動画の概要欄から URL を貼っておりますので、そちらをご参照ください。さて、前置きは長くなりましたがしっかり見てまいりましょう。今回は色玉と呼ぶいわゆるキャラクターを構成する色をスポイトしやすくするためにこんな感じで作成してみました。パーツのどこがどんな色なのか分かりやすくするために赤線でパーツと色の関係性を引いています。ホームページの画像だと少し解像度が低いので正確な色ではないとは思うんですが、近い色にはなるので、こちらなるべく正確に色を選べるように事前にしっかり見ていきましょう。あとこちら設定見て気がついたんですが、フリーレンの服の内側の上半身なんですけども、このボーダーの服がこの前面だけで、脇腹は白地の布になっているらしいので、ここ見落としがちなので気をつけて描いていきましょう。今回のキャラデザ見てみると、特にめちゃくちゃ細かいパーツだったりとか特殊な影入れだったり色トレスとかも特にはなさそうなので、まあ、今回はシンプルゆえにごまかせない画力がごまかせないっていう印象ですね。まあ、こういうシンプルなものっていうのは密度を上げるっていうのがちょっと難しかったりするので、うまい下手、似てる似てないっていうのが結構如実に現れるのじゃないかなと思います。逆にすごく難しいですね。ただ塗っていくハードルとかはすごい低いので、そこはちょっと気持ちが楽になっていきます。まあ、頑張って似せて描いていきたいなと思います。2完成データをまずは見ていこう。はい、サムネでも見ました、こちらの完成データを 3D で分割してみました。データを開くとこんな感じ。 Photoshop データのレイヤー構成は右のこんな感じで、上から順番にやってます。まあ、こうして 3D で見てみると結構わかりやすいですよね。上からオーラフのレイヤーがグループでまとまってて、ラフ、線画のレイヤー、影線のレイヤー、ハイライト線のレイヤー、裏塗りのレイヤー、ハイライトレイヤー、位置影レイヤー、目の塗りレイヤー、ベースカラー、シルエットレイヤーといった具合になってますね。構成自体はとてもシンプルな感じになっています。アニメ塗りのイラストを描き始めたよ、勉強し始めたよっていう人には結構もってこいかもしれませんね。こうしたレイヤー構成の理解をしっかりとして、しっかりイラストを描けるようになっていきましょう。では構成が分かったところでオーラフを見ていきましょう。3オーラフポージングの模索のために今回画面のこんな感じでオーラ風で、そんなに書き込まないでポーズを出していきました。
ここは録画してなかったんですが、まあ、1点あたり結構書くのが早いですね、こちらに関しては。全体のシルエットが分かるように進めていくのがポイントです。サイズ感だけある程度やっぱり丁寧に向き合っていきながら、まあ、10分から15分、まあ、できれば5分ぐらいで全身が描けたらいいなっていう感じですね。ほんとスケッチする感覚に非常に近いですね。悩んだらポージングの資料を見たりとか、デッサン人形とか、まあ、イジイジしたりとかして、まあ、いろいろと構造を練っていきます。ポーズ決定までに絵コンテと指示書とかが全くない状態から、まあ、できれば 3,40 分ぐらいかけて 4,5 体ぐらいスケッチしていきながら、こう一体ちゃんと決めていくっていうのができたら、まあまあまあいいかなって感じですね。ちょっと遅いかなって感じですけど、まあ、できればもう1体10分15分ぐらいで決めれたら一番いいんですけど、まあ、なかなかそれも難しいと思うので、最初の段階は、まあ、3,40 分ぐらいかけて1体決めるっていうのをやってみるといいかなと思います。まあ、今回はね、少し筆が乗り始めた左から4つ目ですね、もうこれが最後に描いたオーラフになってるんですけども、こちらをベースにラフを作っていきます。まあ、これは個人的にこうした方が親切だなって思うのは、オーラフの段階で何パターンかこう出したら、その段階ですぐに担当のディレクターだったりとか編集さんだったりとかに確認取れるようにするぐらいには仕上げておくと、とてもいいかなって思います。まあ、ではポーズ決まったのでラフの作業に移ってまいりましょう。4ラフ作成。はい、ではラフ進めてまいりましょう。データサイズは A4 の 350dpi 解像度ですね、進めてまいります。オーラフでポーズは決まったので、その上から調整を加えながらパーツの位置を細かく決めていきます。おおよその完成形が見えるまでこうゴリ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 こう書いていきましょう。この時もしっかり資料とか見ながら、パーツ抜けがないか、刀身が間違ってないかとかっていうのをこう入念に見ながら、こうパーツの個数だったり、こう線の本数だったりとかが合ってるかどうかなっていうのを、しっかりとチェックしていきましょう。僕はラフの段階である程度影とハイライトの位置が分かるように、ちょっとシャシャッと線入れたりとかしてます。まあ、時間ない時は線だけでラフを出していくんですけども、まあ、じっくり描ける時はそのように対応してますね。まあ、ざっくり裏塗りとかもラフの段階であると、まあ、よりいいみたいな感じですね。全体の印象が分かるまで落とし込めたら、まあ、だいぶいい感じっていう感じですね。こんな感じでラフは完成させていきましょう。はい、ラフは完成です。では線画に入って重要な部分を仕上げていきましょう。5線画。では線画を進めてまいりましょう。ラフももうおおよそ出来上がってるのでね、そのまま一旦書き進めていっちゃいたいなと思います。ポイントサイズ、まあ、ブラシのポイントサイズですね、はだいたい5から9ポイントとかで書いてるんですけど、まあ、A4 サイズ 350dpi だと線はだいたいこのぐらいがマストな感じは個人的にしてますね。絶対このポイントっていうのは基本的に決めない方がいいっていう感じだと思うんですけども、まあ、サイズ、まあ、画用紙のサイズに対して解像度に、まあ、ある程度目安を設けておくっていうのはいいかなと思います。線画まではなんかしっかりしてる感じっていうのがするんですけどね、いつもベース塗ったらのっぺりするんで、それはもう仕方ないんで、今の段階では気にしない方がいいかなって感じです。まあ、完成した後にまだのっぺり感が残ってるってなったら、これはかなりまずいので、しっかり修正していきましょう。まあ、修正するというか、原因をしっかりと調査して改善していくっていうのがいいかなと思います。頑張って描いていきましょう。はい、完成はこんな感じですね。まだまあまあめっちゃ変な感じではないですよね。では影とハイライトの指示を入れるための線を、作っていきましょう。6影線、ハイライト線、色トレス線、裏塗り。はい、ではお次、影線、ハイライト線、色トレス線、あと裏塗りまでを一気にやってしまいましょう。影線が終わったらすぐに裏塗りレイヤー作って、そこで裏塗りしながら線がきちんと閉じているかどうか確認して進めていってます。ちょっと面倒くさいんですけど、まあ、裏塗りしたらもう少しここに影を落とし込みたいなとか、全体の感じを汲み取りやすいんで、まあ、そんな風に進めてみてます。デジタル作画の結構強みだなと思うんですけど、まあ、全体こういう感じで進めていきましょう。完成形はこんな感じ。
まあ、ここまで来ると毎回思うんですけど、やっぱりアニメ原画っぽいって感じになって結構テンション上がりますよね。では次はベースカラー塗っていきましょう。7、彩色ベースカラー。はい、ではベースカラー進めてまいります。一旦さっきまで描いた影線とハイライト線と、あと裏塗りのレイヤーですね、こちらは非表示にして線画の状態にして新規レイヤーを作成。線画の下にレイヤー持ってきて、そこにベースカラーを塗ってきます。分析の時に作っておいたあの色玉の方からあのパーツを参照しながら塗り間違えないようにしっかりと塗っていきましょう。フォトショップのバケツツールあんまり精度が高くないんで、はみ出しとか塗り残しっていうのをしっかり気をつけて進めていきましょう。まあ、そんな感じで全てのパーツに色をのせたら完成です。はい、完成はこんな感じ。まあ、この段階だとまあちょっとやっぱりのっぺりしてますね。他のソフトとかツール使ったらすぐパッとバケツでしっかり塗ってくれたりするんで、まあ、そっち使うのもありですね。はい、では影とハイライトを指示に沿って塗っていきましょう。8、影、ハイライト。はい、では影とハイライトを入れていきます。新規レイヤーを作って塗っていきましょう。まあ、ファンアートであればバケツツールでガシガシ色乗っていっても、まあ、はみ出しとか塗り残しに気をつけておけばそこまで大きくこう結構離れてみるんで印象が変わることっていうのがないんですけども、これが仮にじゃあ商品だったりとかすると、影とハイライト、あと色トレスの彩色の際はパスで綺麗にラインを作ってから塗ることをおすすめします。綺麗に仕上げたかったらやっぱりパスできちんと整えるっていう風にした方が個人的にはやっぱり仕上がりとしては綺麗ですね。アニメ塗りだとまあそうですね。今回はもうバケツでガシガシ乗っけてるのでそちらご了承ください。影入れの際にですね、レイヤー間違えてたりするとすごく大変なんで、レイヤーはしっかり確認して塗っていきましょう。今回僕ですね、髪の毛の影の方をですね、ベースカラーの方に塗っちゃってて、後々泣く泣くこう直してたんで、そちら多分直ってるデータがちゃんと上がってると思うんですけども、そこちらちょっと確認してください。はい、完成はこんな感じですね。もうほぼ完成ですね。はい、9、修正。はい、なぜ今回修正入れたかというと、ちょっとフリーレンの顔こちらちょっと見ていただきたいんですけど、なんかちょっと古く感じないですか。なんか2000年代初期みたいな感じの顔になっちゃってて、なんか似てないなってなんかずっとあったんですよね。なんか線画とかオーラフの時はなんかかっこいい顔になったかもなとかと思ってそのまま進めてたんですけど、まあ、なんかちょっとね似てないんですよね。で、まあ、なんで似てないかって言ったら、ちょっと目がでかすぎるんですよ。まあ、参考を見てみるとそこまでやっぱり目は大きくないんで、というよりはかなりそのちっちゃいというか、結構リアルテイストっていうのもおかしいんですけど、かなりちっちゃい、リアルな顔の骨骨格に近い形で目がラインを取っているので、そんなに目大きくないんですよね。で、まあ、今回アニメしちゃってるって感じで、そこをちょっと直していきたいなと思います。で、今回修正する方法なんですけども、一番上のレイヤーに修正グループ作って、そこにレイヤーを敷いて上から修正する、パーツの部分を上書きしていく感じのやり方です。これ仕事の納品データではあんまりおすすめしないので、同じ方法で形を取ってから本データのレイヤーで、再度清書するようにしましょう。ファンアートとか、これがじゃあ仮に厚塗りですってとかになったら結構おすすめの修正方法になります。まあ、ここからいろんな修正の方法に、手法に切り替えられるので、まあ、基礎の一つとしてもこちら頭入れておくといいかなと思います。で、修正した完成がこちら。なんかまだ微妙なんですけど、まあまあ趣味の範疇ならいいかなって感じで収まりました。ちょっと初めて描いたキャラクターでもあるのでね、まだもう少しちょっと慣れてないので、もう少し練習してから顔を見せられるようにしたいなと思います。ちょっと調子悪かったな今回ちょっと次回また頑張りたいと思います。一旦フリーレンはこれで完了です。では最後に配布について説明していきましょう。10、勉強用向け完成データの配布について。はい、今回も勉強用の完成データをファンボックスで配布しております。高画質の PSD データをこちらのページで配布開始してますので、ぜひ今後勉強しっかり進めたいよっていう方はこちらからダウンロードして勉強にぜひ使っていただけたら嬉しいです。
この動画をテキストにしたブログも更新しているので、ぜひこちらも参照しながら見てください。ブログの方はですね、無料で見れますんで、ぜひぜひご活用ください。はい、という感じで、こんな感じで、はい、一旦今回はフリーレン完成ということで動画の方終わりたいと思います。ちょっと最近 YouTube の動画の更新頑張ってるので、いいねとチャンネル登録とかしていただけたら励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。それでは。